はい、今日の話は、まあ、またお金の話かっていうのもあるんですけどお金ってまあ一番大事なんでねで個人事業主でやっていきたいとか、まあ、やってるとかこれから会社人雇ってやっていきたいっていう人のためにまあちょっといろいろ話そうかなと思うんですけどまあ本当にねいっぱい今まで見てきましたあの失敗した人お金でね銀行からお金借りて失敗する人と成功する人っていっぱい見てるんですけど。 本当にもう共通点があるんですよ、まあ、成功する人はいろいろな共通点もあると思うんですけど失敗する人はねまあ、まあ後で詳しくまた話するんですけど本当に失敗する人ってね、まあ、お金にだらしない、うん、で聞いててさじゃあそんな社長やってる人がだらしなかったらさ失敗するわと思うかもしれないんですけどじゃあ実際にさみんなさ貯金できてる本当にできてるできてないと思うんだよな案外、うん で俺もよくそれ話すんだけど、まあ、給料20万の子30万の子15万の子にさで、まあ、15万も分かったんで金食べねえもん分かったけどって俺はまあね月もっと全然10倍以上もらっとるかもしれんけどだからじゃあ社長はお金給料高いからですよってだから俺もそ会社立ち上げた時なんかもっとひどい生活しとったでなってよく言うんですけどじゃあ一つ聞くよってあなたは今家賃いくらでも,もっと安い家賃のとかない本当にないかってで飯コンビニで買ったことねえか 缶ジュース買っったことねえかって、まあ、まあゼロにしろって言ってるわけじゃないんだよだけど本当にじゃあ15万の中から1万残す2万残すできるでしょこれはまあできると思うので失敗する本当に経営者まあ個人ってまあ失敗すらできないかもしれんけど会社がないからねただずっと金がないだけで,で失敗する経営者ってさ本当に 金にだらしない。やっぱお金が入ってきても、今月1000万の仕事しました。だけど、原価が例えば900万ですと。100万円儲けですと。で、100万円じゃあ使えやさ。まあ、100万円使うのでも、それももうお金大事にしてないことだと思うんですよ、俺は。100万円をしか残らないのに儲けをね。それって儲けじゃないんですよ。でもこれまたイレギュラーとかいろんなことが起こるでしょ。まあ、個人で言ったら車が壊れただとか、人は辞めちゃっただとか。その費用を見てないんだよね、みんな。だから、半分は使うならまだわかる。 けど半分はそういういもんにかかるでしょってで会社で何パーセント1000万の何パーセントかじゃあ特別予算なのって言ったらもう何パーセントかあるじゃんほんで人が辞めたら求人かけなあかんだろうしでいろんなことが本当に起こるじゃん事故起こしたらまあね腹しうちなんかこの間フォークリートとか300万の買った買って半年のフォークリートが燃えちゃってさだけど俺やっぱまた新しいのじゃあ買おうかって言えるのはそれは何って言って金使ってないからね去年儲かったやつ全部俺使ったらって。 でもそんな当たり前でちょっと思うけど、本当に個人の人も金貯めれてないもんね。会社やって1億2億でも俺、そういうぐらい、15万ぐらいの生活してたからね、本当に。で、金貯めたからね。まぁ、潰す人ってさ、さらにひどい人で、1000万入って、あの、これ面白い話、会社ってさ、1000万入ってきてさっき900万減価って言ったでしょ。100万しか儲けがないのにもかかわらず、1000万入ってお金が入ってくるでしょ。でもさ、支払い、その900万の払いっていろいろなんですよ。例えば、月末に払う。それとか、 月末ににめて翌払わなかったやつで材料とかだと2ヶ月32ヶ月遅れとかもあるのかなってことはさその1000万が手元にあるわけよそれ使っちゃうやつおるんだよね本当におるんだよだまあまあ来月もずっと売上1000万で年間まあじゃあ1億2000万の売り上げだするじゃんね来月も1000万入ってくるでいいやっつって自転車操業みたいなのしてる人 結構多いよまあサラリーマンもうおるでしょまあいいや来月こんだけ給料絶対入るから何月もずっと入るもんだと思い込んでるじゃんでそれって俺もう同じだと思うんだよなでこれコロナだもんね仕事がなくなりました休みになっちゃったどうしよう生活できんってあ生活できんだろうってお前金食べとか金んとって。 まあ前もちらっと言ったけどありとキリギリスの話知っとるでしょって、うん、キリギリスじゃん,なんかあるんだよ絶対って世の中はどんな可能性もあるのにその可能性に備えてない人って本当にいっぱいおってほんで今度は人のせいにするでしょコロナのせいにする会社のせいにするそれはいかんよねほんでまあね、まあ、じゃあこんなことを言うと個人事業主が、まあ、そんなんだったら独立しない方がいいかなって思うかもしれんけど、まあ、心配しなくていいのはまず独立して個人事業主だってお金借りないでいいからで今から俺はもう話する話は お金借りた時にじゃあその考えじゃ絶対潰すからで俺も何億って借り取るけどそのまま通帳に入ってんですよだから別に潰れないじゃんあ入ってくる金をどういうふうに使うかとかもう本当にそれすごい大事だと思うんですよ、ね、500万借りたら500万別に口座に残しがいいじゃん別にねでそのお金が別にさあこれ使っていいんだと思ってポポポポポ使っとおるんだよね本当にでも結構ありがちだよねボーナス入ったら全部使うでしょ別に残しきゃいいのにねさあそのまもさ いつボーナスなかな,なくなるかかわで,で、しょこれコロナの時期だで、ね、まあ、ほとんどの会社が今年はボーナスないでしょ、言って。まあ、その影響ないような仕事だったらいいと思うんですけど、影響あるような仕事はボーナス、厳しいよね、会社はね。うん。だから、もう本当に、いや、そんなことないでしょって、経営者なんだからとか、そんなバカでしょ、それつらと思うけど、本当にみんな同じ、聞いてる人も同じだと思うんで、まあ、ただ個人事業の人は借金もしないから、潰れることもないし、生かさず殺さず、チンったらやれるじゃん別に十ね、今月50万だったけど、 今月15万しかやっってもらったでまあ生活基準上げてっちゃったらいかんけどまあなんだかんだ別に借金もないし人やとってなかったらさすいませんごめんなさい今月払いませんっていう人もいないしさまあね取引先とかもあるんかもしれんけどはいじゃあ実際にちょっとじゃあお金について、まあ、銀行からお金借りるとか、まあ、ね勉強していかなきゃいけないからまあちょっとその辺ちょっと詳しく話していくんですけどお金借りるっていうフィルターでちょっとねじゃあ成功する人失敗する人っていう意味であのいろいろ話するんですけどじゃあお金の勉強 お金っってじゃゃあさむっちゃ簡単に借りられるんですよみんなほんとこれ案外知らないんですけど、お金なんてほんとにね、個人事業主になったらもう誰でも借りられるんじゃないかな。ほんと最初の500万、なんかすぐ借りられる。じゃあどこで借りられるのそれっていうと、みんなパッて浮かぶの銀行じゃないだけど、国民金融高校って、まあ、今あ、政策金融高校だったっけ、まあ、ちょっと名前はわからんけど、あの名前が変わってるかもしれないけど、まあ国がやってる銀行だよね。 銀行からじゃあ1000万借りてたら、まあ、俺の能力で1000万借りるのこいつマックさんだ民たら国民金融公庫金貸さないってたら貸すんですよで国民金融公庫で1000万借りてても銀行が貸してくれるんですよで銀行からお金借りるっていうのは銀行って何って言うとただの金貸しだよね 失礼な言い方悪い意味じゃないけどねあの昔さよく親とか銀行さんとかさおまわりさんって,言ってすごいだって日本人ってそのお金を借りることに対してすごい劣等感っていうかお金か貸していただいてありがとうございますっていう言うよねそれはそのまあまあね俺もそういうとこあるから、まあ、みんなもあるだってその価値観をがあるからそれってでも道徳的な話で俺があの言いたいことはねその経営者としてのその何て言うかなねテクニックの話これさ一つ言う お金借りるっていうのは、俺がもし銀行だったら金借りてくださいなんだわ本当に。にそれが商売なんだもん人に金貸して利座ヤで儲けるのが商売でしょで俺が塗装するのにまあ塗装するじゃんとペンキ塗るわけでしょでありがとうございますペンキ塗らさせていただいてってでもお客さんもあ,ありがとう塗ってくれてって言ってくれるわけじゃないですか、まあ、それはそれで大事なことだよ道徳的なことはただビジネス的なことで考えると本当に銀行っていうのはお金貸すのが仕事だし借りてもう潰れるかもしれない。 だけど、まあ、まず銀行国金っていうのは結構すぐ金って借りててで借りってじゃ自分が失敗した時でもこれ,これ覚えたらいいのちゃんと適正に悪いこととか不正やったらお金、ね、そんなあれだけど、まあ、個人事業主になって会社作って失敗して俺もそれ最初の頃すごい頭よぎったけど俺失敗したらどうしようってでも失敗したらじゃどうなるのって言ったら、うん、破産ですよねで一つ知ってる破産したら金払わんでいいんだよ 払わんで言ったらちょっと語弊があるかもしれないけど、弁護士連帯とかいろんな費用かかるから。でも、じゃあそのお金って誰にも当ててるか知ってる。すごいよ。これね、まあ、中小企業って、まあ、あの、なかなか信用な、ね、い。まあ、うちはまあちょっとだんだん、あのプロパーって,ってあのプロパーで借りるって言ったら保証協会。まあ、じゃあ先に言うと保証協会っていうのがあるんですよ。愛知保証、まあ、愛知県に行ったら愛知保証協会とか長い保証協会ってあって、銀行からお金借りる時も、その保証協会が保証するわけですよ、その銀行さんに。 でそれ全部保証してくきるかどうか分からんけど俺が,俺がもし借りるときに保証協会借りてで俺がパンクしたときに銀行じゃあこんな中小企業にじゃあ金貸さんじゃんまあまあまあ今俺はそのプロパーツでその保証協会外れた分で借り取る部分もいっぱいあるんですけどまあねこの視聴者が例えば従業員23人雇ったじゃあちょっと給料立て替えたいで1000万借りたい500万借りたいって言ったときにじゃあいやお前なんか信用できんじゃんって俺だったら貸さないもんね。 その銀行の安い金利でだったら絶対貸せない。で銀行って一番さ、まあ、金貸しの中で一番クリーンな会社なわけでしょで、銀行がまあそうそう借りて、保証業界かが保証するから、もちろん金貸しもそりゃそうだね、安い金利で、それはさ、その違法なトイとかああいうのあるじゃん。映画とかね、いろんなサラ金とかああいうのだったら、まあそりゃトリッパーグレーってもういいやって、十人に一人だけ取れやいいやみたいな世界で商売やってんだったら、 まあいいのかもしれないんだけど、銀行なんかそんなわけにいかんもんで保証しがなかったら潰れちゃうでしょ。で、じゃあ何があるって言ったら保証協会っていうのがあるんですよ。で、その保証協会ってじゃあ何って言うと、これすごいんだよね。税金だよね、それ。保証協会って国とか、その愛知県とか名古屋市がやってんだよ。で、国民金融公庫、まあ政策金融公庫は国の機関でしょ。まあ市の機関なのか県の機関かわからんけど、でも公的な機関じゃないですか。じゃあ俺がパンクした時に誰がそのお金補填するのって言ったら税金だよね。 知っっててたこれすごいでしょ税税金消費どどんんん上がっていくんだよ、ね、まあそれだけじゃないけどねもちろん道路作ったりとかいろんなインフラ作ったりとかいろんなことでお金使うんですけどもちろんそういうことですよね、今コロナでさバンバン金貸してくれるじゃん俺もね、まあ、それ動画にしたんですけどじゃあ銀行に行ってもはっきり言ってたあのこれを聞いたらねだけどさっつって,言ってもう去年その前からもう,もう潰れかけで毎年赤字でさって苦しくてさ で銀行にお金貸してくださいって言ったら借りれんところもあるわけじゃないですかもう保証協会ももうこれ以上貸しなんってあいつはもう潰れるしかないわって言っとるところがコロナのせいにして本当に何千万何億って借りとるんですよじゃあそれって分かんないこれで景気がバーンって良くなってなんかいろんなそのね業種が例えばまあ分からんけどこういうリモコン作っとってもね全然こんなもん売れへんもんで、ねまあ、ずっと赤字でも従業員もおるし給料もあれだし格好悪いもんね会社続けたい1億これコロナで借りれたって1億借りれたもんで、ねまあ、また一生懸命やるわけじゃないですか それがまた1年後2年後に結局世界が変わらんかったら、まあ、世の中変わらんかったら、まあ、そいつが変わらんかったら何か仕掛けて勝負かけりゃいいんだけどなんか世の中のせいにしたり人のせいにしとるやつなんかどうせ変わ,、まあ、まあどうせ変わらんって言ったらいかんですけどでそれで変わろうともいいけど、まあ、変わらんかったらそれパンクするわけじゃないですか変わらんやつはね、まあ、またそれ延命して一生懸命もっと一生懸命働こうって言ってその限界のことをやったって会社なんか潰れるだけじゃないですか。 だから俺が一生懸命現場行ってペンキ塗ったら絶対会社潰れるでね俺が多分3ヶ月何も言わんと誰とも電話で喋らんと俺は現場一生懸命やるなって3ヶ月会社でペンキ塗っとったら絶対この会社潰れるでねそれは俺は俺の仕事があるから絶対にでもそんな会社俺絶対うん潰れると思うけどな、まあ、それ誰がじゃあそれ肩代わりするのって今一生懸命ねあのやってるけどもう税金だよねそれそれを学ばなあかんだから借りゃいいんだもん借りたら返せなあかん本当ってそれも道徳的なこと だけど、それはもちろん俺も持ってる。絶対に借りたまま返さなかん。従業員も絶対給料がなかん。でも、やっぱ、わからんな、これ。わからんくても突き進むしかない。だってこれコロナでもそうだよね。もうわからんなもん、先一年後。その道徳的なことで、そんなもん払わんでいいんだって言ってるわけじゃないでね。その、経営的なことで言ってるから、もう一つ言えば、金っていうのは、あの、脱税ってあるでしょだってその、儲かりすぎたら税金いっぱい払うから、 まあ儲かってないふりして領収書とかいろんなもん入れたりインチキしたりしてやるのが脱税だよねで税金をこまかしたからまあだけど粉飾決算っていうのもあるんですよ粉飾決算ってよく見せるな,なんでってまあさその銀行は言ったけどまあちょっとこれ詳しく話さないけど株主あのね一部上場とか上場企業は人からお金集めとるからまあ俺らでもそうなんですよまあちょっとその上場の話はちょっと混同にするとして俺がもし銀行でお金借りるとしたら決算がよ,よけりゃ お金貸しくれるわけじゃんんんどどん本当によけや、うん、会社が調子いいねって、ああ、また今年も利益いっぱい出てるじゃん。だったら、何々さんももっと保証してくれるよって、俺に対してもっと保証してくれるよって。で、何億も借りられるわけじゃないですか。何千万でも借りられるわけじゃないですか。皆さんも。で、それをやるのが、粉飾決算っていうんですよ。 ねまあ、多分その粉飾決算ってよく見せるでそれも脱税になるか分からんけど脱税っていうのは税金をごまかすことの方で減らす方のことだと思うんですけど粉飾決算もまあもちろん違法だよそれは俺がじゃあ現金ないのに現金あるふりしてとかお客さんの請求書、ね、100万しか売上今月なかったのに300万あったふりするとか経費かかってんのにかかってないふりするとかでどっかでずれてくるじゃん現金とか絶対ずれてくるじゃんだって今月300万払ったのに200万しか払ってませんって言ったら儲かっとるように見えるでしょ だけど現金が100万ないってどこ行ったのじゃんこの現金って。うんまあ、なるんだよね。うん、本当に決算って細かいことだから。んで前もこれ動画にしたらそんなず,ずれんでしょっんで決算ってずれるんですよ。本当ちょっとコンビニで買ったとか何やがったって俺もバーってやってるんで。でこれは会社の経費だなって領収書入れる。で今は領収書入れたもんしか俺金もらえんから領収書なくしたら俺も金もらえんしそこまでやっててもなんかいろんな経費が出てったり、ね、社員の小口って言ってちょっとしたもの買ったやつ社長これって言って。ほんで会社にねまあこれ泥棒が入ったもんで金置いてねえって言ってたけど。本当に ちょっとした10万ぐらいのものしか置いてないけど、じゃあ請求書来て、請求書で決算上は報告するんだけど、下請けが100万。間違えて120万払ったらもう20万ずれるわけじゃないですか。で、いろんなお金がずれてって、じゃあそこに100万、200万ずれてます、これ。じゃあどうしましょうって。じゃあどうするって言ったときに、まあじゃあ俺の現金で、給料でもうボーンって会社に入れて、まあそれ消しといてって言って、だってもう、損金なもんで、俺入れるしかない。それかもう、損金扱いで、 まあ紛失禁止って申告する方法とかいろいろ方法はあると思うんですけどでも中小企業のオーラーみたいなところは、まあ、いいわって言って俺じゃあもう,もうねあのその100万なくなったやつまあ俺が持ってっちゃったことにしといて入れりゃいいわけでしょ別に200万とか100万とか,だからまあゼロにピシッと合うわけじゃんだからそれは決算で年に1回やっていくんですよね。まあちょっと そんな感じですまあちょっとまああんまり、まあ、詳しくはちょっとまたインスタとかあ,のあっちのねあのライブの方でちょっと詳しく話しするんですけどまあ最後ちょっと独立する人にね向かってちょっといろいろ話し,したいなと思ってちょっともう一つだけ話し,しておこうかこれからじゃあ独立する,する人ってじゃあどうしてったらいいのって言ったら借りたお金、まあ、銀行が借りるでよくみんなやりがち失敗する人の本当やりがちじゃあハイエース新車買おうかとかもうプリンターいいやつ買おうかとかあ事務所綺麗にしようか でもまあ確かに作業者はお金を産むことだから投資っちゃ投資だよね別にキャバクラで行ったとかも,もう論外だよ物見屋行ったとか金入った方がいか見に行こうかいそれはもう論外ですけどそういう人もおるけどね俺見てきたけど、うん、だけど IS 新車買おうか確かにそれ投資かもしれんけどでも俺本当にね今でも作業者なんかボッコイやつ乗ってるし まあ俺は乗ってないけど、社員が乗ってたり、だんだんちょっとずつグレードを上げてってるけど、じゃあ、銀行からじゃあ社長、金あるんで、口座にあるんで、じゃあ、新車でみんな社員揃えてないじゃないですか。そんなあんまないぞって会社って、お前、じゃ今年は儲かったかもしれんでも実際こうやってコロナも来るし、景気不景気が絶対来るわけですよ。日経平均見ん分かるでしょバーってこのなもいい時もあずーっといい時来る。で、それは最低思もとって、バブル崩壊したわけでしょ。失敗する人って、じゃあ、お金借りゃいいんだろ500万借りても、口座に入れときゃいいの。 車なんか壊れたらじゃあ30万の車また買えばいいんだ40万の車買えばいいのにバカみたいにすエ入るとかそういう買うもんで失敗こぐんですよあとはまあもう一つじゃあ成功する人ってじゃあどういうことにお金使うのって言ったらまあもちろん物でグレード上げていけばいいんですけどことに使うんですよねまあ求人もそうだよねであとはまあ広告宣伝費もそうだよねまあ例えば道具買うとかあのさ道具ってまあ何高いもんじゃなくていいんですけど例えば道具とか機械とかこれ使ったらもっと早くなるとか これスピードを買うんだよね、お金って。なんか、見え張るためのお金じゃなくてさ、お金が、資金が500万あることで、まあこれ多分大企業だろうか、中小企業だろうこれもう多分、表現してみると、時を買っとるんですよ。例えば、求人費使う。求人費使って、もし誰もこ回かったらどうするのって、それパーだよね、10万円。だけど、お前、キャバクラで10万使ってんじゃんって。だったら、求人した方がいいじゃんって。俺はもうな、何千万じゃないぞ、多分、求人なんか使ってきたの。で、何回もゼロの時もあるし。 100万200万使ってゼロの時もあるしでもまあよく言う一人親方のことがまあ友達とか後輩とかと飲んで連れ討ちで障害が来るまあ確かに来るけどそれ何年に1回なのってだけど求人して10万使って20万使って10人来てでそのうちの一人いい子が来てまあでもこうかったらまた20万使ってこの50万使えばいいじゃん50万使って1人来たらじゃその子が3年一生懸命与えてくれたまあ1年一生懸命与えてくれたって回収できるわけじゃないですか。 でそうやってやっぱスピードを変えるもの、うん、だけどじゃあぜ品ってじゃあ何てハイエースじゃあもう新車買ったパーンね、まね、あ、それがまあマイカーだもんね子供も乗せるもんだったらいいと思うんですよただじゃあまだね何にもないお金もない銀行から借金してポーンするかでもお金産まないじゃんでもそんなんよりは俺はだったら500万銀行で借りたんだったら、うん、それをお金産むことに使ったらってその500万を丸々お金産むことに使ったらお金産むよって絶対産むからね でも失敗しても学びがある。じゃあ、あの求人使って失敗したい。今度この求人使ってみようとか、今度こういう言い方してみようって成長して、そのノウハウが俺の体の中にあるわけじゃないですか。ホームページもそうだ何回も作ってボツもあったけど、ノウハウがあるんですよ。俺の中に。いろんなね、求人とか、ホームページ、集客。 ね、社員教育社員とじゃあ飲みに行くのもそう最初はもうみんな可愛いもんで、ねまあ、しょっちゅうキャバクラとか連れてても勝ちねえなあんまいつこいつはキャバクラ連れてもだキャバクラとか別に行かないんですよね俺は、うん、だから居酒屋行って一軒でも俺はパッと帰るんですよでそうやってお金の使い方覚えてくるからだったら自分のものに使った方がいいじゃんってお前じゃあ便使えばいいじゃんそんなしょっちゅう従業員とまあ従業員の飲みだだけでも俺月に何十万だからね、うん、別にリースでさベンツ1台買ったってそこは変わらんと思うけどだけどそんなもんに金使わんけど俺は。 だけどまあ重要っと飯食っていろんなことを話して、まあ、そいつらがまた成長してってまたそいつらが使えるようになったこいやお金を産むじゃんだからそうやってお金を産むようなものに使っていかんないよね商売人だったらお金をやっぱ産むように、うん、やっぱ立ち回るそれがやっぱできる人はもう本当に成功してるそれがもう失敗の終わっても何終わっても 必ず蘇ってくる。俺は今まで見てきて、経営者やった人で本当にそう。まあ絶対なんかチャンスがあるし、また次のね、一回失敗しても二回しても。まあまあいきなり、ね、あの、全、まあ、財産ボーンで投げるようなことをやったらあかんけど、まあまず着実に踏んで、でも勝負来るときが来るからさ、絶対に。で、その時にまあね、銀行からお金借りてもいいし、まあ借り取ってもいいし、金利なんか安いじゃん、2%、3%じゃんで。俺はじゃあ銀行からじゃあ安く借りて、じゃあそれ不動産持ってもそうだよね。今だってうちはもう事務所、こう家賃払わんでよくなったし、 業とかもいいっっぱい持ってるそういう意味で資産としても何億ってあるよね会社が。だからその代わりももちろん借金もありますよ。え、ね、どうやってお金を生ませるようにしていくかだよね。だって足場資材もそうじゃないですか。お金を生むわけでしょあれが。ね、だってあれ盗まれたら終わりだもんで、ね、もうセキュリティも何本かかけてやっとるわけじゃん。 だからそうやってお金を生むようにでお金を生むものを大切にしていかんとってことはもう俺らって建設なんか社員職人じゃんでも職人大事にしてないやつおるでしょだからそんなやつは成功できんしで自分ばっか派手なやつ飲みに行ったり遊びに行ったりベンツ買ったりってやってる人多いじゃんレクサス買ったりとかやるでしょみんなやっちゃうでしょ、うん、だけどそれをやらずにやっぱ従業員のためにってやったら絶対金を買ってくると思うけどね まあそいつら、クソみたいなやつに使う必要ないよ。クソみたいな授業にはね、いい子に金投資して、修行させて、次のステップに投資し合う。昔はでかくなるよね、絶対。うん。でかくならないわけないもんね。はい、そんな感じです。あのー、これからまあインスタで、まあ、もうちょっと深いこととか、いろいろ建設業に特化したことで、ちょっといろいろやってますねぜひ、あの、インスタフォローして、あの、毎週日曜日、今、まあ、ちょっとやっとるんで、日曜日ちょっと見に来てください。で、あの、チャンネル登録もしてね、ぜひ。またねー。 you <laughs>